マイドドーム酒屋です。今回ご紹介するのはこちらクワッドロック、こちらの方をご紹介していきたいと思います。はい、では、クワッドロック、こちらの方をご紹介していきたいと思うんですけれども、まずクワッドロックって何っていう話なんですけど、私の場合は、バイクに、スマホを固定するための、いろんな、なんていうのかな、固定するためのアームみたいのがあるんですけれども、これもその一種です。で、クワッドロック自体は例えばバイク、これはバイク用です。バイクにつける用なんですけれども、それ以外にも自転車だったり車だったり、あとは、腕とか、ベルトに固定するとか、そういう、このアーム部分の部品を交換すればいろんなところに対応できる、ロックを出しているみたいです。で、構成部品としてはまずはその使いたい部分に対する、対応したこのアームですね。それと自分のスマホに合わせた、ケースです。これは私はこの iPhone X を使ってるので、それ用のまずケースを買ってみました。で、見た目開けてみますとですね、説明書が入っていて、一見何の変哲もないこういったケースです。でちょっとなんていうのかな、スポンジみたいのが貼ってあって傷つかないようにもなったりとかするんですけど、ここの部分ですね、ここにこういう、くぼみというか、溝が切ってある部分があるんですけど、ここにこのアームを、アームのこの部分ですね、これをはめ込むという形で、固定します。でこちらの方もちょっとじゃあ開けてみましょうか。はい、開けてみますとこんな感じの、これが、構成部品ですね。で、あとは説明書が入っています。で、先ほど言った固定する部分はこれですね。ここにこれをはめ込むと、形的にはこの十字の溝が切ってあるので、それをここの突起部分にはめる形になると思います。で、これをグッと押し込んで、例えばちょっとはまんないな、この状態だとなかなかはめづらいんですが、よっと、こういう形ですね。わかります、ここにつきました。で、外すとき、この状態だとここ動きません。外すときはこいつですね、こいつを下にこう下げながら、わかります、こう下げてやることによってロックが外れて、外れるようになると。で、溝が斜めから、これに対して斜めの形にこういうふうにはまる、わかります、裏から見た方がいいかな、こういうパーツに対して斜めにこうはまるんですね。なので縦向き、さっきあった縦向きですね、縦向きでもはまるし、よっと、横向きにすることもできます。この90度の角度で、調整することはだからできますということですね。はい、はい、で、あとは、これが、このケースをつける部品なので、こちらがあれですね、ハンドルとか、例えばバイクの場合ですとハンドルと、あとはクランプバーというのがあるんですけれども、そこに取り付けるための土台になりますね。で、延長のアームと、これはここにこうつけてこういう形で延長してみたりとか、なのでこれの場合はこういう形になるのかな、もしくは、特に延長アームを使用しなくてもこれを直接ここにつけることも可能です。
はい、といった感じですね。で、まあ、じゃあちょっとスマホにですねケースつけてみましょうかね。まあ、つけるのはもう他のスマホケースと変わらず押し込むだけという形ですね。だちょっとこれ外れちゃないのかなっていうのが、土台から、この土台ですね、土台から、これが直接ポロって取れることはあまりないとは思うんですけど、ケース自体が外れちゃうってこともないかな、大丈夫かな。あ、でちょっとかなりですねタイトなのかな、このこう分かります、こう表面に貼ってあるフィルムなんですけど、それがねちょっと押されて剥がれてきちゃったな。これ大丈夫かなくっつくかなはい、まあ使用感としてはこんな感じですかね、特に問題ないかな。で今ちょっと電源切ってるんであれなんですけど、はい、まあ今電源ボタンはもう普通に操作できました。あとはここのまあ消音というかあれですね、この辺の、ボタン関係も普通に操作できそうですね、はい、で下側もちゃんとこう開いてるので、充電、まあ、つけたまま、当然つけたまま充電もできますという感じですね、はい、まあ、特に問題なく使えそうですね、ケースとしては。なのであとは、こちらの部品ですね、こちらの方を実際にバイクの方につけてみたいと思います。はい、いかがだったでしょうかね、こちらクワッドロック今回ご紹介してみたわけですけども、まあ、使ってみた感じとしては、まあ、若干こう付け外しの時の抵抗がでかいかなっていうのはあるんですけど、まあ、その分、走行中に落下したりするっていうことがないだろうなっていう、まあ、安心感はありますね。あとはやっぱり手軽っていうのも当然ありますし、何よりですね、スマホをつけていない時の、まあ普通のねスマホホルダーってスマホつけてない時でもその当然ホルダー自体が残るわけで、それがね、若干不格好だったりするんですよ。まあどうしても目立っちゃうんで、でそれが、これの場合は、かなり抑えられるというか目立たないですよね。この土台しか残ってないんで結局。なので、まあ、その辺非常にいいなという感じはしました。あとはまあこれのね耐久性がどの程度あるのかっていうのは使っていかないとわからないんですけれども、まあね、それほどね極端に弱いってことはないと思うんですよ。まあかなり作りとしてはしっかりしてる感じなので、まあその辺はあまり心配しないでおこうかなとは思ってます。はい、というわけで、今回はクワッドロック、こちらの方をご紹介してみました。